では次僕でしょうか。はい、僕はですね、正直言って、都市伝説っていうのはそんなに僕知らないんで、今回に関してはちょっと僕がネットで調べたのを、言おうかなと、発表しようかなと思っております。はい、ですね、で僕が選んだのは身近なところで鏡にまつわる、まあちょっと怖い、都市伝説でございます。うん、まあ、鏡ってまあね、身近にいっぱいあるとは思うんですが、うん、鏡でやっちゃいけないよっていう一番代表例で何だと思いますか？合わせ鏡。そうですね、うん、合わせ鏡は不吉だよってよく言うじゃないですか。13日金曜日の合わせ鏡、そんなのあるんですか？あります。それだってもう完全になんかごっちゃ混ぜになってますね、13日の金曜日ってそれ、ジェイソンですよね。まあ調べるところによると、2枚の鏡を合わせたその間に立つことで無数の映し出される自分の姿を見ていると誰しもが奇妙な気分になってきますと、深夜2時ちょうどに合わせ鏡を覗くと無数の鏡の中にどこかの未来に自分の姿が映るという話があります。合わせ鏡をすると悪魔がやってくるとか、何番目の姿が自分の思想が映る時があるとか、いろんな言われがありますが、ここからです。2006年3月29日に放送されたトリビアの泉、フジテレビ系列でやってた平ボタンが有名なね、トリビアの泉では、合わせ鏡の実験をした際に、不吉とされていますので決して真似をしないでくださいという注意テロップまで入ったと言われる、のが、合わせ鏡となっております。これ合わせ鏡、まあ今ここでネットの情報が出てるんであれなんですが、あのマジックミラーとかの遊園地でもそれと同じ状態が起こる。そうですね、まあ合わさってますね。そう、何枚もあんなにね。でマジックミラーの中って実はすごい暗かったりするじゃないですか。夜の10時に、僕これはあるもので見たんですけども、ある男の人が、まあ、あの遊園地、元遊園地と言われるところに行って、マジックミラー、マジックミラー、合わせ鏡のあのミラーハウスに入った時に声出した。ただどっから声してるのか分かんなくて、で追いかけてったら何人も子供の姿が映し出されて出口までずらっと並んでた。っていう話もあるぐらい合わせ鏡は不吉な現象だと、いう、合わせ鏡でございますので、皆さんもちょっと気をつけて合わせ鏡にはね、いや鏡ってね、やっぱりそう魔力があるっていうね、昔から言いますよね。そうそう、なんかまあ姿を見るっていう部分ではあれだけど、やっぱりなんか三面鏡とか昔、よくあの僕は子供ぐらいの時はね、なんか、友達のお母さんとかが持ってたり、ありましたね、うちもありました、わーって、まあ、見るって分では、やっぱり女の人はこう真正面と横ね、両脇見れるから、ね、こうおしゃれする時っていうか、まあ、こうやって身だしなみ整えないけど、すごい便利なんだろうけど、昔からそれ嫌いで、俺、なんか、三面鏡で怖いなと思って、もあるし、あと割れた鏡とかも、自分の姿を映しちゃダメ、不吉だ、鏡が割れたら、なんか布に包んで土に埋めるとか、なんかそういうね、なんかあれが、そうなんだ、不思議っぽいし、いいんじゃないですか、別にそれでいいと思うんですけど、今喋ってて思い出したんですけど、はい、僕ら旅行に行った時に、あの毎年じゃないんですけど、タム様のお店で旅行に行くんですけど、去年、おととし帯広に行ったんですよ、帯広に行った夜ホテルに入ったんですが、はい、どうも昔なんか合宿
とかで使うような青年の家みたいな感じの建物だったらしく、うん、僕も嫌だなとは思ったんですけど、うん、そこトイレが集合トイレみたいな感じで、手洗うじゃないですか、うん、手洗ってパッて前見た瞬間に後ろが見えるっていうか合わせ鏡なんですよ。ずらーっと奥まで見えて気持ち悪っって思って、うん、その日もなんかいろいろあったんですが、うん、夜明けて、うん、次の次の日かなに、まあ、違う、つあ次の次の日かで、みんなもう前の日に旅行終わって、でも僕休みだったんで、うんうん、他の人たちと集まって話をしてたんですけども、はい、あそこさ変だよねっていう話をした時に、まあ、合わせ鏡も変だったよね、でもあそこに変なのも映ってるよねっていう話が、でどうもそこにはちょっとその地域では有名なちょっと出るスポットだったらしいっていうところを後々聞いて、あやっぱりねっていう話を、きっとですが心霊スポットで話してたっていう心霊話を心霊スポットで話してて一番やっちゃいけないやつなんだよ。あの居酒屋さんだったんですけどね、うん、あの僕の体の左半分だけ冷たくなったんですよ。で絶対いるよねって全員そこを指さすんですぐらい、うん、気持ち悪いっていう居酒屋さんだったっていう磁場が強い、うん、ちょっと思い出しちゃいましたね、うんね、うん、鏡にはお気をつけてる、うん、話でございました。本当になんかトイレがね、集合トイレのこう本当に広いトイレで、で一個ガチャってね扉開けて、うん、そのまあ小便器みたいなのバーって並んでて、対面のとこが並んでてみたいな、お男子トイレはそういう感じの、うん、で俺ね、あそこの鏡があの一枚ででかいんですよ、うん、全面的にね、うん、こういうのが何枚もあるんじゃなくて、ブワーってその壁一面がミラーみたいな。で、両サイドみたいな。はい、で、なんかね、俺が見たときは、はい、見えない。見えないっていうか、なんて言うんだろう。今、なんかずらーってあるって言ったじゃない。俺は自分が一人しか見えないっていうか、こう、どういう仕組みになってるかわかんないけど、変な合わせ鏡なんですね。え、どういうことみたいな。なんかね、すごく気持ち悪かったですね、あそこ、うん、しかも、合わせ、そのトイレに入るのまでに合わせ鏡の通路があって、その真ん中を歩いてって、そこに扉があって、その奥トイレなんですよ。だから絶対合わせ鏡の真ん中は歩かないけん、っていう、すごいなんか気持ち悪いところでしたね、うん、まあまあ後々聞いたからあれでしたけど、全員ある程度の人はみんなあそこで気づいたっていう。やっぱり分かったみたいな話をしてて。わあ。警官強いよね、ちょちょい多いんで。うん、まあ何もないっちゃ何もなかったけどね。とりあえずは。まあただ一人は、うん、トイレに立ちながら無意識にバックブローしてますけどね。バックブローって何でしたっけ？ラケン、うん、あしかも本当に無意識だったらしいです。なんかまあ殺気を感じてっていうか、あ、やばいと思ってバックブローしたっけ、誰もいなかったっていう。うん、じゃあ私行きます。お、はい。実体験なんですけど、ね、昔あんなことがあって、うん、学生時代なんですけど、夜あの地元が結構なんか危ない人が、うん、夜だったかな、夜だった。